ソニーグループソニーミュージックエンタテインメントソニーミュージックレーベルズアリオラジャパン級会社情報アリオラジャパンはソニーミュージックレーベルズの社内レコードレーベル2009年6月1日 BMG ジャパンの国内制作部門のレーベルとして発足2009年10月1日にアリオラジャパンが新設分割により設立され事業を継承企画シナバンが BV から始まる理由はその名残である。アリオラの名称は1958年にドイツに本社を置くベルテルスマンにより設立されたアリオラレコードに由来する。日本では1975年に日本ビクターと RCA の合弁で出資した RCA レコードの日本法人 RVC 株式会社まで歴史を遡る。ベルテルスマンは1979年にアリスタ。 レコード、1986年に RCA レコード、RVC を買収し、アリオラは、BMG 内のレーベルになる。日本では、子会社である、BMG ジャパンが、同レーベル音源を扱っていた。1998年夏に RCA、アリオラジャパンと、アリスタジャパンという名の方角レーベルが存在していた、ことがある。以上の経緯から、 SME 参加の会社であるが、かつては、BMG 時代の流れで、モーラ以外の音楽配信サービスにも参加している、異色の会社となっていた。また、SME 参加となったことで楽曲のタイアップの幅が広がり、SME の関わるアニメ等に起用されている。初期の b ズ大事、マンブラザーズバンド、福山雅春、西城秀樹、藤稽古、山下達郎。 竹内マリア夫妻、角松俊樹、後期のオフコース、岡村隆子、唐島緑、小林明子、シャランキュー、ブラックビスケッツ、金木星、坂本九、懐かしきラブソング、心の瞳、グレートチキンパワーズ、意外なところでは男組、BB クイーンズ、踊るポンポコリン、香山雄三、谷村真嗣、サライ、果ては、演歌、歌謡曲系統の歌手等、 RVCBMG ファンハウスゾンバカク時代等に在籍していたアーティストの楽曲原版権も所持している。メインレーベル門松都市機のプライベートレーベル。1996年発足。小田和正のプライベートレーベル。1989年発足。企画品番はファンハウスの FH。リトミディアトライブはリトミディア所属アーティスト専用レーベル。 元々は、ーシャのエの a ッ e x 遺跡時、a ッ e x 参加のレーベルとして2002年に設立されたが2007年にフルス復帰により、BMG ジャパンへ移行された。ザ・クロマニオンズのプライベートレーベル。現場制作、マネージメントを担当。2009年10月1日以降。それ以前は、BMG ジャパン参照。オフィスオーガスタ所属アーティスト専用レーベル。 企画品番は、オーガスタの AU。2017年初頭に、オフィスオーガスタが、ユニバーサルミュージックの参加になったのに伴い、2017年3月をもって、ユニバーサルミュージック内に、レーベルごと遺憾。2018年1月3日に一部シングルとアルバムの、951タイトルがユニバーサルから、再発売されたが、 映像作品は含まれておらず、入手困難となっている。なお、オーガスタレコードから発売された、コクアの、プログレスは、現番権が、オフィスオーガスタからアリオラジャパンに移管されたため、廃盤にはなっていない。現在もアリオラジャパンのカタログとして残されている。ありがとうございます。